2009年からこうした地域における健康づくりに取り組んでいただいておりましてありがとうございます。今お話がありましたように、今回の新型コロナウイルス感染症の防止という中において、3密を避けていただくと同時に外出の要請の自粛の要請もさせていただいております。まあ、そうした中、どうしても家に閉じこもる期間が長くなってきている。まあ、特に今先生からもお話がありましたが、高齢者の方々においてはフレイルが進行していく、あるいは健康の二次被害がそれによって生じてしまっている、こういう懸念もあります。まあ、そうした中で今特定警戒地域においても公園等を再開していこうという方針を出させていただいておりますけれども、そうした公園などもうまく活用していただいて、人混みは避けていただく中でですね、1人やあるいは何人かで一定の距離を置きながら散歩等していただく、あるいは家の中で今やってさせていただいたような運動を、軽いかどうか分かりませんが運動をさせていただく、あれやはり大事なことはですね、3食バランスよく食べるということでありまして、規則正しい生活の中で免疫力を上げていくということも非常に大事であります。それからもう一つはやはり人とのコミュニケーション、家族、友人の方々と電話を使っていただいたり、先ほど今いろんなオンラインの手段もあります。活用していただければな。今回はなかなかゴールデンウィーク帰ってこれなかったお孫さんやあるいは子どもさんとも、そうしたオンラインを通じた会話等もお願いをしていたところであります。こうした工夫を国と自治体、さらには民間の皆さんともですね、連携を取りながらしっかりと進めさせていただきたいと思います。